この制度が始まった2012年の7月、この時にこのシステムをつけるのにおよそ189万円かかりました。で、現在、やっぱり技術が進んできたこともありまして、同じようなシステムを作り、去年の1月から3月の、これ値段なんですが、